神秘的な力で普通なら見通せない未来の出来事を予測して言う予言。現在 SNS 上にはたくさんの予言が溢れ返っていますが、皆さんは信じていますか？自分は全く信じないタイプなんですが、それはこれまでの予言で当たっているものがないから。当たっているといったものでも抽象的な予言を無理やりこじつけているものが多いので、それ当たってないだろうとツッコミを入れたくなるんですよね。そしてこの予言の歴史を調べてみると、戦争やテロに利用されている部分もたくさんあるので、逆に予言を信じすぎるのって危ないと思うんです。実は誰もが知っている戦争の裏ではオカルト合戦が行われ、超有名なカルト教団にも予言が影響を与えていたんですね。誰でも簡単に予言に触れられる時代だからこそ、その危険性も知って正しい予言の楽しみ方を知りましょう。そんなわけで今回はノストラダムスの大予言と人類滅亡の舞台裏についてお話ししていきます。それでは早速本編を見ていきましょう。予言と聞いてほとんどの人はノストラダムスの大予言を想像するかもしれません。今は2024年や2025年などの予言が話題なんですが、おそらく同世代の人ならノストラダムスが一番メジャーだと思います。子供ながらに1999年に世界が滅亡するかもしれないという予言に散々ビビらされた思い出がありますね。このノストラダムスの予言は昭和のオカルトブームに大きな衝撃を与えたわけですが、日本で話題となったのが1973年に後藤弁が書き上げたノストラダムスの大予言だったんです。この書籍、後藤弁の独自解釈満載でツッコミどころだらけだったわけなんですが、それまで日本ではほとんど知られていなかったノストラダムスがここまで有名になったのはこの書籍のおかげと言っても過言ではないんです。ちなみに1999年に人類が滅亡するというのも後藤弁の独自解釈だったんですが、その単純な分かりやすさから大ブームを巻き起こし、自分も含めて当時の人の中にはトラウマになった人も多いと思います。実際にノストラダムスの大予言が発売されて以降、滅亡すると言われていた1999年までは恐怖を煽った終末論がたびたび登場し続けていました。それではそもそもこのノストラダムスとはどんな人物だったのかということについて簡単に触れておきます。本名はミシェル・ド・ノートルダムといい、1503年南フランスのプロヴァンスの商人の家に生まれました。医学を学び、中世末期のペストの大流行時にはその治療にも尽力していたんですね。ペストで妻と子供を失った後再婚し、1550年頃から占星術を元にした歴史を出版して人気を得ました。ここには大予言でおなじみの四行詩の予言も綴られていたんですが、歴史書で名を挙げ予言集の執筆に着手します。その後1555年5月に初版で出版されたものがミシェル・ノストラダムス氏の予言集となっているわけです。当時ノストラダムスの予言が当たったと言われたものでは、国王アンリ2世が馬上槍試合の事故で亡くなったものが有名です。一説には国王の突然死で国が混乱しないように王妃がノストラダムスの予言を利用したとも言われているんですが、とにかくノストラダムスの予言が当たったと噂が広がったんですね。ノストラダムスはその後1564年に王室の侍医に任命され、2年後の1566年に亡くなりました。このノストラダムスの予言が絶大な力を持っていたのはフランス王室の加護があったことも大きかったわけです。さてフランスではフランス革命やナポレオンの登場など社会に大きな動きがあるたびにノストラダムスの予言が当たったと評判になりブームになっていました。ノストラダムスの名声はフランス以外の国にも届いていたんですが、予言として読まれていたのはフランス特有のものだったんですね。ではいつ世界的な予言者となったのかといえば、実は第二次世界大戦前のことなんです。1938年、フランスでマックス・ド・フォン・ブリュヌという人物が予言集の注釈書を出したんですが、この中では第二次世界大戦勃発を指摘していて、それが話題になったんですね。ただしこの本は2年後にドイツがフランスを占領した時に発禁となっています。ここに目をつけたのがナチスドイツの宣伝大臣だったヨーゼフ・ゲッペルスだったんです。ゲッペルスはノストラダムスの予言をナチスが欧州を支配するために利用できると考えました。また別の話として、ゲッベルスの妻が別の予言解釈本を手に入れて進めたという説もありますね。
その後ナチスではスイスの占星術師カール・エルンスト・クラフトを専属の予言解釈者として雇い、自分たちに都合の良い予言のチラシを作ってフランスの地方都市に飛行機でばらまいたんです。つまり予言を使って戦闘意欲をそごうとしていたわけですね。これに対してイギリス側も1943年に偽の予言チラシを作ってドイツ領内に上空からばらまくというオカルト戦争を繰り広げたんです。この予言チラシがどれほどの効果が出たのかというのは謎なんですが、予言を戦争に利用していたということは事実だったんですね。その後ノストラダムスについては世界中で研究されましたが、日本ではさっき話した通り後藤弁の1999年に人類が滅亡するという独自解釈が広がり、終末論が広がっていったんです。予言を信じるということは広いジャンルでくくるとオカルトに入ってくると思います。このオカルトを日本で見てみると、1970年代と1990年代の2回ブームがありました。細かく言うと第1次が1973年、第2次が1989年に始まったと言われてるんですね。特に第2次オカルトブームは昭和天皇崩御からとも言われています。その頃の世界情勢を見てみると、ベルリンの壁崩壊とともに米ソの冷戦が終結、翌年には湾岸戦争の突入と大きく動きのあった時代でもあったんですね。現在も緊張が高まっている世界情勢ではあるんですが、90年代初頭もそんな先行きが見通せない不安が一気に高まった時期だったんです。こうした時代が70年代との類似も指摘されているんですね。さて、昭和の第2次オカルトブームの時期の世界を見てみると、ニューエイジやスピリチュアルも盛り上がりを見せていたんですが、これ現在の状況にとてもつながりますよね。日本では90年代ノストラダムスの大予言に書かれた1999年7月を目前にして世紀末的な雰囲気を出したオカルトブームもあったわけです。こうした中、またおかしな人が出てくるわけなんですが、それが終末論を解きながら超能力を獲得して危機を乗り越えようとする人たちだったんですよね。そんな人たちが始めた新興宗教が湧いてきたのもちょうどこれくらいの時代だったんです。その中でも特に有名なもの、悪名が高いと言った方が正しいんですが、それがオウム真理教でした。このオウム真理教は朝原祥子が1984年に開いたヨガ教室を前身として、チベット密教をベースにした仏教といった宗教です。ただ教祖の朝原祥子を最終解脱者グルとして仰いでおり、神秘体験や超能力の獲得などオカルト色の強い宗教だったんですね。当初はワイドショーに出たり、ビートたけしと対談したりといったものをよく見たものなんですが、信者には全財産をお布施にして出家させた挙句、過酷な修行も強いるといったことで問題も起こしていました。1990年には突然衆議院選挙にも出馬しまして、朝原祥子の被り物をした信者と選挙カーから流れる祥子祥子というテーマ曲が記憶に残っている人もいると思います。結局25人立候補して全員落選したわけなんですが、その後人類滅亡の予言にさらにのめり込んでいったんですね。実際に朝原と信者たちはフランスのノストラダムスの聖地を訪れており、独自の解釈本まで出版しています。この頃から人類滅亡を防ぐため自分たちが革命を起こさなければと考え始めていたのかもしれませんね。その後1993年にはロシアにも進出し、日本国内を上回る信者を獲得して、この頃毒ガスをはじめとした兵器の入手を試みていたとも言われています。そして94年の松本サリン事件、95年の地下鉄サリン事件を引き起こし多くの被害者を出しました。さらに国松長官狙撃事件、教団幹部の村井秀夫刺殺事件などを起こし、日本全国に大きな衝撃を与えたんです。こうして見ていくと、オカルトというものには危険なものも含まれているということがよくわかりますよね。さっきも話したんですが、今現在の状況を見てみると第2次オカルトブームによく似ているんです。コロナの蔓延に始まり、世界情勢の不安、災害などがあり、それをきっかけに SNS をはじめ考え方が変わったって言っている人が大勢います。ものを考えるのはいいことなんですが、その情報を発信している人がどんな人物なのか注意しないと
知らないうちにおかしな思想にはまっているかもしれませんからね。そこからお金をむしり取られて家庭崩壊するかもしれないし、万が一にもテロの片棒を担がされるかもしれません。当然全員が全員そうした発信者ばかりではないんですが、もしかしたらそういう危険性もあるということです。まあオウム真理教もそうなんですが、最初は全く危険視されていなかったんですよね。オカルトブームに関連した過去の実例があるから気をつけるに越したことはないですよということです。予言、スピリチュアル、都市伝説、怪談、いろんなジャンルがあるわけですが、どうぞ健全に楽しむようにしてください。というわけで、今回の動画も面白いと思いましたら、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またチャンネル登録、通知登録もしていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございました。